1年式で130万か。たっけえな、S13 は。やっぱ86だな。86なら現実味あるよ。とりあえず車は FR じゃなきゃな。な、たくみ。たくみ、おい、聞いてんのかよ。聞いてるよ、いつき。で、いくらするんだ、その86って。30万ってのがある。剣なしだけどな。今んとこいくら貯まってんだ。5万ちょっと。先は長えな。うわあ、手っ取り早くドカンと稼ぐ方法ってなんかねえかな。今やってるスタンドのバイトじゃ夏休みフルに頑張ってもいいとこ12万だしな。もっと時給のいいとこねえかな。バイトしてるんだ、たくみくんたち。もぎ、何よ、私が話しかけたのがそんなに意外だった？別に。夏休みフルに頑張って12万って、1日何時間ぐらい働くの？朝から晩までみっちりだよ。そんだけ頑張って月にたったの12万なの？普通そんなもんだろう。高校生のバイトなんて時給めちゃ安いんだぜ。知らなかった。夏希バイトなんかしたことなかったし。バイト頑張ってね。期末試験終わったらみんなで遊びに行こう。おう、今一緒に遊びに行こうって言ったよな。ああ、模擬と一緒にか。ふぅ、ええぞええぞ。
匠くん、なんで黙ってたの？モギと知り合いなら知り合いって言ってくれればいいの。俺、あいつと話すのは1年ぶりぐらいなんだ。前に部活同じだったから、去年の夏くらいまではよく話してたけどな。何言ってんだよ、そんなことどうでもいいじゃねえか。モギナツキか、これはナイスな展開だぜ。前から目をつけてたんだよな、可愛いもんな。何ぼーっとしてんだよ、早く行かねえとやばいぜ。次グラマーのテストだぜ。あ、おい、なあ、二人共同で86買わねえか。バイト代合わせればローン払えるじゃん。やだよ、なんでそこまで無理して車欲しいんだよ。お前んちだって車ぐらいあるだろうが。ダメだよ、親父の車はオートマで FF で、おまけにエンジンディーゼルなんだぜ。最低だよ、車じゃないよあんなの。タイヤが4つついてて走りゃ立派に車だよ。分かってねえな。峠へ行って楽しくなきゃ車の意味がねえだろ。峠に行って何すんだよ。決まってんだろ、攻めるんだよコーナーを。コーナーを楽しいんか、そんなことして。楽しいに決まってんじゃん。男のくせして峠をかっこよく攻めてみたいと思わねえのかよ。俺も飽きてんだよな、そういうの。あ？それどういう意味だよ。俺たち先月免許取ったばっかじゃんか。かわいいよ、やっぱり夏希は制服姿が一番だな。そう？ありがとうパパ。あのねパパ、夏希の同級生の男の子がバイトしてるんだって。それでね、その男の子は夏休みの間ずっと働いても12万くらいしかもらえないんだって。うん、まあそんなもんだろう。お金をもらうってすごく大変なことなんだね。夏希はパパと月に3回会うだけで30万もらってるけど、そんなにたくさんもらっていいの？いいさ、夏希にはそれだけの価値があるんだから。そうなのかな、夏希には分かんない。ありがとうございました。ありがとうございました。なあ、たくみ、さっきの話だけどさ、買おうぜ、八六くん。いいよ、八六なんて。お前ら、なかなかいい趣味してるじゃねえか。八六を狙うなんて。でしょ、でしょ、でしょ。池谷先輩もそう思いますよね。ああ、いい車だぞ、八六は。ほら見ろ。でも俺、実はよく知らないんです、その八六とかいうやつ。それ、どこの車なんですか？マジか、たくみ、早く飲んでみるか、おめえは。 GS でバイトしてて、八六も知らねえ。大橋もいいとこだぞ。まあ、無理もねえか。急にが出たのが、お前らがまだ小学校 2,3 年の頃だもんな。うちにも商売で使ってる古い車あるけど。そんなのと一緒にすんなよ。古くたって八六だけは別なの。86買ったら池谷先輩のチームに入れてもらえますか。俺、秋名スピードスターズにずっと憧れていたんですよ。ああ、ま、それより今日は土曜日だから、夜になればみんな秋名さんに集まるぞ。お前たちも来るか。え、いいんですか。けど俺ら車ないから。乗せてってやるよ。先輩の S13 に行きます、行きます、俺絶対行きます。たくみも行くよな。こんなチャンスめったにないぞ。ギャッホー、スピードスターズのメンバーに入るぞ。行くなんて言ってないんだけどな。お先に失礼します。おお、じゃあ8時にバス停で拾ってやるからな。はい。好きだな、どこに行くんだ峠は。店長、この辺りで走るって言ったら秋名さんしかないでしょう。うちのチームは一応秋名さん最速を宣言してるんですよ。自称秋名さん最速ってのはゴロゴロいるぞ。俺が現役で走ってた頃は自他ともに認める秋名さん最速ってのがいたんだな。しかもそいつは今でも現役で走ってるんだ、秋名さんを。
今でも？俺、アキナの走り屋は大概知ってるけど、そんな年食ったやつはいませんけどね。お前たちとは走る時間帯がずれてるだけさ。そいつは今は豆腐屋の親父だからな。は？朝の4時とかに豆腐を乗せてアキナ湖畔のホテルに降ろしに行くんだ。下ってくる時のスピードはそら一見の価値があるぞ。商売だから雨や雪が降ろうと毎日走るんだ。アキナの峠ならアスファルトの染み一つまで知り尽くしてる男だからな。かけてもいいぜ。アキナさんの下り最速は豆腐屋の86だ。豆腐屋の 86？ でかけんのか、たくみ。ああ、いつきと約束したんだ。夜遊びするのは勝手だが、朝は叩き起こすからな。いちいち言わなくたって分かってるよ。じゃあ行ってくるぜ。うん。やかましいぞ、たくみ。池谷先輩の時は散るだろ。そんなこと言ったって、ウェイボーは怖えんだよ。無理もねえさ。誰だって走り屋の車に乗ったらビビるもんだ。次、二足のヘッピーだぞ。やっぱうるせえぞ、たくみ。よし、今日はせねえぜ。よし、ガンガン行こう。大丈夫か、たくみ。そんなに怖がるとは思わなかったんで、調子こいてガンガン攻めちゃったけど。情けないぞ、たくみ。ダサダサだよ。ジェットコースターに乗ってもギャーギャーわめくタイプだろ。俺、ジェットコースターなんか怖いと思ったことねえよ。そういうんじゃなくて、いつき、お前に説明しても絶対分かってもらえないよ、この怖さは。え？見たことない連中だな。こんな時間から秋名さんに登るのか。今夜は峠で一悶着があるだな。見かけねえ奴らだ。レッドサンズ、あの赤城最速と言われるレッドサンズか。Initial D. Initial D.俺たちは赤城レッドサンズってチームのメンバーだ。ぶしつけな質問で悪いが、この峠で最速のチームか、もしくは走り屋がいたら教えてくれないか。マジか。最速は俺たちだよな。俺らはアキナスピードスターズっていうチームやってっけど、ここじゃ最速だと思ってる。なら話は早い。この秋名さんでうちのチーム赤城レッドサンズと交流会をやらないか。え？マジかよ。マジかよ。おお、これはいきなりナイスな展開でしょう。どうかな。地元だけでつるんで走ってるとマンネリになってくるし、よそのチームと走った方がいろいろ刺激にもなるだろう。仲間も増えるし、情報の交換もできてレベルアップにつながると思うんだ。はじめはつるんで走って、最後にそれぞれの代表を出して上り下りのアタックをやる。勝ち負けにこだわるつもりはない。あくまでチーム同士の親睦が目的だ。どうかな。そう言われちゃ断る理由はないけど。ああ、じゃあ来週の土曜日10時ってことで。ああ、わかった。今日のところは俺たちじっくり運転させてもらうぜ。すげえぞ、すげえぞ、たくみ。Thank you.
遅れすることねえぜ。俺たちも出るぜ。池谷先輩、見せてもらうぜ。赤城最速と言われる高橋兄弟の走りを。高橋兄弟って雑誌にも載ったことのあるあの超有名な走り屋ですか？ああ、人呼んでロータリーの高橋兄弟だ。池谷先輩、俺らは悪いな。本気で走るときは横に人を乗せないことにしてるんだ。ここで待ってろ、後で拾いに来てやる。悲しすぎるぜ。なんで俺たちだけ車がないんだよ。なあ、いつき、走り屋って楽しいのか、そんなに。え？不思議だな。なんであんなことにみんな熱くなるのかな。不思議なのは俺の方だぜ。次から次へと全開でかっ飛んでいくあの音聞いてて、お前は血が騒がねえのか？あ、たくみ。血が騒ぐ。はい、藤原豆腐店。なんだ、雄一か。どういう風の吹き回しだ？なんだだ？久しぶりに電話したってのに冷てえじゃねえか。こないだ配達帰りのお前とすれ違ったぞ。合図したのに無視しやがって。そりゃ違うぜ、俺じゃねえよ。違わねえよ、お前の86だった。うん、だからその俺の車だけど、運転してたのは俺じゃねえ。今、豆腐をホテルに降ろしに行ってんな息子の匠だ。なんだと？いつからなんだ？5年前からだ。5年前って、中学1年の頃からか？ついていけねえじゃねえか。はい、目いっぱい走ってる。レッドサンズは一台も捉えられない。どう思う兄貴？カスばかりだ。うちのチームの2軍でも楽に勝てる。来週はベストメンバーで来ることはない。俺はパスだ。兄貴が来ないなら俺もパスすっか。いや、お前は走れ。地元の連中が何年かかっても破れないコースレコードを作るんだ。そうでなきゃ赤城レッドサンズの名前が伝説にならない。ああ。手始めに県内のコースレコードを全部俺たちで塗り替える。いずれは埼玉、神奈川、東京、千葉を総なめにして関東全域に最速のレコードを残す伝説の走り屋になってから引退する。それが赤城レッドサンズの関東最速プロジェクトだ。すげえよ、あいつら根本的になんか違う。ホームグラウンドでよそ者にちぎられるなんてすげえショック。足回りにも金かけてるし、パワーも出てる。レッドサンズに張り合おうなんて無理だよ。けど地元が逃げるわけにいかねえだろ。そうだ、やると言ったらやるしかねえよ。でも根性だけじゃあいつらには勝てねえぜ。そりゃ、でもよ。今日はもう遅いから明日またどっかに集まって打ち合わせしよう。走り屋って負けず嫌いなやつが多いんだよ。走りのことになるとついムキになっちまうんだ。地元でよそ者に負けることほど情けねえことってないからさ。それは走り屋の掟みたいなもんなんだ。あれ？あ、凌介さんは？うん、兄貴はとっくに帰ったよ。残ってんのは俺たちだけだ。もうすぐ夜明けですね。俺たちもぼちぼち引き上げるか。
本気で飛ばすとついてこれねえかよ。まだまだだな、あいつらも。やっと来たか。うちのチームじゃない。 MR2 か180か。上等じゃねえか。コーナー2コマのゲリアバックミラーから消してやるぜ。86だと？ふざけるな。旧式の86ごときをこの FD がちぎれないだと？悪い夢でも見てんのか、クソったらが。俺は赤城レッドサンズのナンバー2だぞ。こいつ先を知らないのか。この緩い右の後、きつい左だ。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ、スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。完成ドリフト。1秒でノックダウン、余韻残し消えて Go to the next sound。 誇り舞う敗者チームハウ、いくつだけののラッキーたち、邪魔くさい悲しかとしていこう。 Streaker 去ってゆくスイートの向こう、 Something that you know。ドリドリファン並びに86オーナーのみんな、お待たせしました。ついに始まったぜ、イニシャル D。 10.6 ノンターボの86で350馬力ハイポテンシャル FD を追い回す匠のスーパードリフトテクニックはどうだったかな。最高に決まったよね。分かる人には分かるこだわりいっぱいのイニシャル D。 次回も熱い走りを見てくれよな。 Don't miss it。